グレット解放区の酒井です。本日の雑談はちょっとこの動画にかぶせるような形で話していきます。まあこの壊れるか達成するかということなんですが、まあ、これフロントフォークを取り外す時のまあ動画になりますが、なんて言えばいいんですかね、これ普通にまああのここのナットあボルトですかを取り外して、まあ、ステム下のステムのボルトを取り外して普通に外していくということで問題もない、そんなに難しい作業ではないということなんですが、全く取れなかったんですよね。ちょっとこれ本当に大変、もうすごい、もうただただただ叩くっていうことなんですけど、まだこの時点で全く気づいてない、どう未来がどうなるかってことは全く気づいてないですね。で普通にこれ作業動画としてのこれ録画撮影してるんで、もうなんか各電気あのライトとかも当てて綺麗に撮ってるんですけど、まさかまさかこんなものすごい、これちょっと編集とか空間がいろいろあって、その辺はあの編集っていうかカットはしてるんですけど、これ全部で16分ぐらいなんですけど、ずっともっと叩いてましたね。うん、でなんかまあこの状況を見て、まあ、サビがひどいからどうなんだろうっていうふうには思ってはいたんですけど、これフロントフォークがそんなにっていうふうに想像もしてなかったですよね。作業していく中でこの想像もしてない突然現れるアクシデントが本当にこう大変ですよね。うん、まあちょっと喋りすぎてうるさいとあれなんで黙ってきますけど、構造的にこのカバーってまあ、ナセル、この上のサビの部分はナセルの部分なんですけど、これかぶせちゃったら蒸れて絶対サビますよね。うん、あとこの今自分のハーレーなんですけど、これのあの状態っていうのは多分1回もバラされたことがないんですよ。エンジンとかもバラしていくんですけど、多分一度もまあクランク腰下自体はバラしたことがないですね、この車両は。これフロントフォークもステムも多分一度も取り外されたことはないと思います。だから固着、いろんなとこが固着してけど、これけどこん、まあ、実を言いますと、これ結構この固着はびっくりするぐらいいろんなとこが固着してたんですよね。でこれまあ通常であればこういった形でなんて言うんですかね、同じような大きさの同じパイのをまあ手がって叩いて、フラハンで叩けばすぐ抜けるなんていうイメージをしてたんですけど、まあこれ当て気もせずに叩いてるんですよね最初は。でちょっとまずいぞと思って下なんか広げなくても取れるっていう僕はイメージだったんですよね。でこれ下を広げに入ってるんですよね、ちょっと取れないぞっていうことで、けどまだまだ僕の中ではそんなに大変じゃないと思ってるから、適当なこのマイナスでなんか軽く叩いて軽く広がればいいやぐらいなんですよね。 CRC すらまだ塗ってないですからね、この時点でまだまだ全然すぐ取れる、ちょっと塗ってますね、サビがでちょっと開いたり、開いたから出たのかな、ちょっとわかんないですけど、ここで CRC ですね。CRC を作業中に使うとなんか手とかがドロドロ、なんか滑りやすくなってあんまり使いたくないっていうのが僕の気持ちなんですけどね。これ今
下から叩いて、あ、下からじゃなくてこう横にちょっと叩いて、こう潤滑剤がこう染み込むようなことをイメージしてますね。何を今僕が考えてるかっていうのはちょっと忘れてしまいましたけど、なんか考えてるかもしれない。この間がちょっと長すぎますもんね。当て気味なしでやってめちゃめちゃ簡単に取れると思ってますもんね。あとこれ車体がこうやって宙に浮いててあんまり力が入らないっていうようなこともありますよね。でこれ、まあ、短く長いとちょっと叩きづらいので短いものに変えましたね。まあ、工具をこうやって道具に使ってこう叩くっていうのはあんまり良くないですよね。この時点ちょっとこの工具も完全に曲がもう潰れてるのがありますから、ね、もうちょっとこれ画像動画がなかったんでだいぶカットしてるのかな。もうだいぶ叩いてるんですよ、この時点で。これ下からも上からもなんとか広げようっていうことでやってるんですけど、結局これぶっちゃけ話なんですけど、これ上のこの何ですか、トップブリッジとフォークが固着してたと思うんですよね。この下の部分、マイナスとかタガネ入れて広げて抵抗なくすっていうテーパーというかそういった形のところを広げ一生懸命広げるんですけど、まあ、通常まあどのフォークも外すときはそうだと思うんですけど、これの固着は上側だったんですよ。だけど下側と上側両側で、まあ、けど下側を広げるっていうのはまあ悪くはないですよね。けどここのこの作業で僕はちょっと今こう僕も見直してるんですけど、なんで油ん、バーナーで炙らなかったのかなっていうところ、ああ、そうか、なんで炙らなかったのかなと思うんですよね。これ下からいろんな作業あると思うんですけど、下から上に叩くってすごい難しいですよね。本当になんか指当てちゃうっていうか、あんまり指当てるのはまあしょうがないんですけど、あんまり力が入る、あんまりうまいこと当てないっていう、これ必死ですもんね、もう完全に。まあ、これ一番やっぱ怖いのが、これ今ソケットを、まあ、フォークと同じサイズのソケットをという、まあ、似たサイズのソケットで叩いてるんですけど、これフォーク自体絶対ダメージ入りますよね。だから取れてももしかしたら壊れてるっていうことも、まあ、壊れてる、これフォークにはネジ穴が切ってあるんでね、フォークの先端にはネジ穴が切ってあるから、そこがまあ舐めてって言ったらもうアウトですよね。フォークの先端のボルトをつけた、ちょっとボルトをちょっと緩めて浮かせた状態でそのボルトを叩いてもよかった。そうするとネジ山だけに力が入っちゃいますもんね。ネジ山が、そのネジがこう舐めちゃいますもんね。
まあ、これしかない選択肢はないのかなとは思うんですけど、もうこれけどもう本当にもう腕パンパンになるぐらい叩いてて疲れちゃって、この間が空いちゃって申し訳ないんですけど、これぶっちゃけ話この日家帰ってくれてるんですけど、もうハンマー叩きすぎて両手がちょっとむくんじゃってるって言ったんですよね。両手でいきますね。するとちょっと動きましたよね。息切れてるんですこれ本当に。嬉しかったですね、本当に。と思ってたんですけど、これがなかなかまた今度こっちをしてるのは多分下のステムの下側だと思うんですよね。でこのソケットを逆向けて、使えなくなると思うんですけど、さっきトップブリッジの固着って言ったけど、こう今見てるとこの下の方もだいぶステムの下側もだいぶ固着はしてたんでしょうね、この状況からすると。段取り悪くて思い出しました、これ段取り悪くて、これフロントフォークが下についちゃってるんですよ。こう上げないとフロントフォークが抜けなくて、じゃあなんか持ってきてやるんじゃなかったっけな。ああそうですよね、やっぱりこれフレームの下にジャッキかましてフロント上げてっていうことを考えてますね。初めてここまでバラバラにしたんですけど、フレーム自体も結構重いんですよね、フレームだけ単体でも。これ抜くだけですよね。あ、ちょっと画像が変わりましたね。あ、そうか、これ動画を撮るために光当ててるんです、格好つけてるんですよ。多分そのフォークの、あのフォーク取り外しなんてとこ見てもらえば普通にスッスッと取り外れた感じになってますけど、
まあ、これが真実なんですよね。 CRC でをかけまくってるからニュルニュルになってて取れないんだ。のとこなんですけど、結論としては、これはネジ山はなんとか生きてました。少しネジ山自体が、まあ、変形して入らなかったんですが、これで雑談終わります。